死ぬほど疲れたんだけど、国土交通省だったらインドネシアの人でした。優しいわみんな、インドネシア人ってすごい優しいんだな。確かに新幹線の中水に出してもうやりたかったってずっと言ってる。さあ、撮ろう。ちょっと付き合いの撮影です。嬉しい嬉しいね、嬉しいね。撮影の付き合い、出てあれ、俺のコーヒーこれ。はい、今れてもらったの。ありがとう、はい、お疲れ様でした。インドネシア行ってきました。無事生還。どうでした？いやー、もうものすごい、もう一言で言えば本当に死ぬほど疲れたんだけど、なんせ移動時間が半端じゃないのね。片道8時間、うん、で着いてからまたそこからなんか1時間とかなんか2時間とかなんかいろいろ経由しながら新幹線乗ったりさ、うん、あ、新幹線乗ったよ。インドネシアの新幹線、ね、これはほら日本人がほら怒ってるやつ、中国製のね。そう、新幹線乗ったりいろいろあったよね。インドネシアのその、まあ日本の大使館の人と一緒に行って、向こうの国土交通省、国土交通省のなんかおばちゃんがおるんだ、おばちゃんが一番偉いおばちゃんみたいな、その人と、なんかよくわかんない人たちと水とプレゼンさせてもらってね、どうせ言ってたね、その中のとりあえず一箇所やってみようってことで一箇所テストでやらせてもらえることが決まって決まりました。決まった今回。はい、これはもう決定ですね。もういろいろもうそっちのパイプができたって、もうね、国土交通省だったりインドネシアの人たち、もう結構仲いいから、でもやろうやろうってずっと言ってくれてるから、で今度はうちはほらニューパターンも出るじゃん。これやっぱニューパターンで勝負したい。やっぱ結構バスターミナルの話もあったんだけど、やっぱバスターミナルちょっと無理だよ。もう35センチこんなに潜り出れるんだっつって、これはちょっと無理だっつって、10センチでも腕が貫いてるし、うん、だこうやってニュータイプでちょっと勝負かけていきたいなと思って、新しいのが出るたんびにもうプレゼンはできるよ、うん、やってるのは駐車場とか、まあ、歩道とか、まあ、車がそんなに乗らないよって、まあ、乗っても、まあ、乗用車クラスぐらいだよっていったところを今ね、そういった商品を作ってるわけだけど、これはほら厚くしたりとかさ、パターン変えることによってもっとトラップ乗れたりもできるから、うん、だからその都度モインドネシアとかのそっちの方にはもうアピールがしやすくなってる。向こうはバスターミナルできなくてすごく残念がある。もうやりたかったってずっと言ってる。だってインドネシアの道路とか見ても、いや、まあ、まあ本当にひどいもんだ。ここだし、まあ、本来まっすぐ作るものがこんなぐ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 になってたりとかね。あと思ったのはやっぱり勾配取れねえ。排水設備もそもそもない、ほぼない、あんまりない。うん、なくはないよ。でも全然必要数足りてないなって感じ。でそれに対して勾配も取れてない、平らに作っちゃう、うん、どう駐車場とかそういう要は屋根ない場所でも平らに結構作っちゃってる、結構平ら、うん、水たまりよなって。とか多分雨降ったら多分そこら中水たまりだらけだよ。日本人は水たまりちょっとでもできたらすぐくれるから、うん、細かい性格。でもまあそれにしたってないものができりゃ多分そっちの方がインドネシアだって絶対いいはずだから、これはこれで、うん、だどんどん攻めてもいくし、あとやっぱ施工がやっぱり適当なんだよ。適当ってやっぱ無理なんだろう、国民性というか何だろうな、うん、きちっと測っての結構多分目見でやっちゃってるような気がする。なくもないな、重要なその、ま、建築物構造物に対しては多分しっかりやってると思うんだけど、もう土木に関してはもう目見ばっかり。でそれに対しても、ま、ドットコンっていうのは、ま、その要は簡単に施工できなきゃいけないじゃんね。だから日本人がやってももちろん、日本人やったら多分絶対綺麗になる。これがインドネシアとかそういう人たちがやっても綺麗になるっていうのをさ作ればさ多分いけると思う。だから流行っていくと思う、うん、まあ、パイプは作ってきました。はい、まあ、それはそうだね、飯がすげえマジ。いや何食べたっていうかもう名前すらわからんね。楽しみにしてましたよね、ご飯。いや楽しみにしてたよ、やっぱりいろんなの試したい、食べてみたい人だから。だってインドネシア料理さって何も思いつかないでしょ。やっと調べて何か聞いたことあるのがナシゴレンとか。ゴレンってどういう意味してる？インドネシアでゴレン初めて覚えたのがゴレンだよ、炒めるだからなんとかゴレン、なんとかゴレンって言われた、シゴレン以外に。まあまあ、あと米がもういかん。いや結構ひどいよ、米も。なんか俺ちっちゃいもん、なんか日本の米の半分ぐらいで、なんかわざと切ったのぐらい、なんかちっちゃい。うん、美味しくないね、美味しくない。なんかわかんないけど、なんか生のナスとか食べさせられたりさ、生でも美味しいだこのナスはなんて思ったら全然超青くせえし、いやこれくれんと思ってさ、それだけ唯一ちょっと吐いちゃった。あ、ダメだと思って、皮も硬いし、なんでこんなの食わした俺にと思って、ちょっ
そうなるかと思ったよ、ね、まあ、あとでもインドネシアの国民性見たけど、やっぱり優しいわ、みんな、うん、インドネシア人ってすごい優しいんだよな、うんうん、これ優しさ、誰一人怒ってるのは見たことないね、うん、全くない、クラクションはやっぱりピッピッピッピー鳴らすんだけど、うん、それはやっぱり東南アジアね、あれなんだけどね、全然喧嘩なんか見たことないし、うん、隣声大きい声じゃん、見たことない、うん、やっぱ日系企業、いや日本の企業はすごい多い、どうも何もかも、うん、なんか日本ばっかりって感じがした、うん、ジャカルタはね、まあでも本当に人間性はすごくいいだろう、インドネシアの人、車とかバックしてるもう知らない人が勝手に誘導してくれるさ、全員よ全員、狭い道とかさ、まあインドネシア渋滞すごいから狭い道がいっぱいあるの、うん、そこをほら通り過ぎるときにさ、やっぱりどっちかが寄ってあげたりとかしなきゃならないじゃん、うん、そうすると目の前の家の人が、あ、こっち寄り、こっち寄り、あ、ここ入れる、全部誘導してくれるんだよ、全然知らない人たちで、まあそこでさ、ありがとうってチップもらったりするね、子供たちの、まあ、子供たちがよくやるんだよ、うんうん、めちゃめちゃいいよ、最高に、あとなんか、うん、あと癖違うな、あの空港とかああいうとこは臭くないの、俺空港、大体空港着くとその国の匂いっていうか、なんかあるの、韓国とかなんかいろんな国が、ああ、来たなって感じ、全くその匂いがしないインドネシア、あれ全然臭くないの、この国って、うん、違う、臭いな、トイレだよ、じゃあ何が臭いんですか、お物の臭いさじゃなくて、こなんか高級なレストランとか連れてきてくれたの、芳香剤の匂いは、本当じゃないよね、もう、うん、甘い匂いですか、俺、タンス2ゴンを鼻に突っ込んでる感じだよ、知ってる、タンス2ゴンって。知ってる？本当あれを鼻にガーンって突っ込まれた感じで、うわーってものすごい匂いだよ、でその匂いがついたまま食事したってさ、もうタンスのこんな味しかしないよ、いやすげえ臭いんだからって方向材がこんなに立たなくていいよっていうね、トイレはなんか集中的に炊いてあるな、まあね、やばかったね、うん、まあ面白かったじゃん、本当いろいろ面白かったよ、あいつ何かあったっけな、うん、あ、そう、中国の新幹線乗ったってじゃん、最初にね、うん、やっぱ中国はダメだってインドネシアの人が言ってたよ、見て見て見てこれって言って、ほら新幹線雨降ってる中ね走ってるけど、ほら雨漏りしてるって新幹線の中水浸してる、走ってんだよ、いや、やばいなと思って、まあ日本も昔あったかもしれないけどね、わかんないけどね、うん、それだけ見ちゃってね、雨漏りする新幹線やばいな、うん、バスターミナルやりを視察に行くよってしか聞いてなかったじゃん、うんね、だまあほら緩い感じだからインドネシアってね、だもなんか俺別にいいや T シャツ短パンでいいやって言ったら、なんかその国土交通省のすんごい偉い人が来るから短パンはダメだよって言われて、えっと思って、短パンだけダメなんだって、 B さんもダメかもしれないけど、うん、じゃあ本当にギリギリスニーカーだけは履いてたから、うん、B さんも持ってたんだけど、うん、短パンと半袖しか持ってってなかったから買ってもらった確かに謎を買ってもらって、いや言ってよって言ったんだけどね、そんなすごい偉い人来るなんて聞いてないよって言って、めちゃくちゃ偉い人みたいよ、まあ本当に移動時間が長かったな、あっち行ったりこっち行ったり、電車乗ってバス乗ってって、ね、あ、政府専用車とかね、政府専用車でバスターミナルに行くと、新幹線調整フェリエスタリーバスターミナル政府専用車うん、暑かったですか？そりゃそうそう、日本より暑くないよやっぱり思ったけど、すっげえ涼しいなと思った、あそこ南の国だ絶対ね、うん、全然全然1年を通して同じ気温なんだけど、日本の方が暑いよ、もう暑いし、こっちの方が、インドネシアが暑くない、風吹けば涼しいし、こっち風吹いてて暑い、それこそ勝浦とかさ、千葉あんな感じじゃないの、海が近い、風が冷たいじゃん、こっち風冷たくないじゃん、うん、全然もう東京がやばいね、もうね、うん、涼しいよ、インドネシア、あでもアジア圏では結構綺麗だと思ったけど、街がね、アジアの中では、まあ、ミャンマー、ベトナムって言ったことあるけど、その中でインドネシアは全然綺麗だったね、うん、全部日本語で対応してきたのホテルで喋れないから、はい、じゃあ以上です、あとはね、ドキュメンタリーで、撮ってますからね、お願いします、はい、よし終わり愛情のてっぺん取ってやろうぜ、いい切な瞳、ああ